真核生物の細胞骨格。アクチンフィラメント微小肝細胞核細胞骨格は、細胞室内に存在し、細胞の形態を維持し、また細胞内外の運動に必要な物理的力を発生させる細胞内の線異常構造。細胞内での各種膜系の変形、移動と細胞小器官の配置、また細胞分裂、筋収縮。 専門運動などの際に起こる細胞自身の変形を行う重要な細胞小器官細胞骨格はすべての細胞に存在する。かつては真核生物に特有の構造だと考えられていたが、最近の研究により原核生物の細胞骨格の存在が確かめられた。細胞骨格という概念と用語は1931年。 フランスの発生生物学者、ポール・ウィントレバートによって導入された、アクチンの細胞骨格。ハツカネズミ肺の繊維目細胞をファロイジンで染色。真核生物の細胞には、電子顕微鏡で観察することができる、主に3種類の細胞骨格がある。アクチンフィラメント、中間系フィラメント、微小管である。 細胞骨格は細胞に構造と形態を与える。また、細胞質気質中の高分子に排除体積効果を与えることで分子クラウディング効果のレベルを増加させる。マイクロフィラメントの直径は5から9ナノメートル。2つのアクチン差がより合わさって構成されている。マイクロフィラメントのほとんどは細胞膜の直下に集中しており、聴力に抵抗する。 細胞の形を保つ、細胞質突起を形成する、加速や微重毛など。ただしこれらの機構はそれぞれ異なる、細胞間や細胞、基質間の接合に関わる、などの役割を果たしている。後者の機能に関しては、マイクロフィラメントは、シグナル伝達に必須である。これらは、細胞質分裂にも重要な役割を果たし、また、オシンと共同して、 黄門筋を作る。アクチン、ミオシン共同体は、ほとんどの細胞で、細胞質流動を作り出す。細胞中のケラチンフィラメントの、顕微鏡画像中間フィラメントあるいは10、ナノメートルフィラメントとも呼ばれる。これらのフィラメントは、直径8から12ナノメートル、アクチンフィラメントよりも丈夫な、細胞質中の複数種の構成要素である。 アクチンフィラメントと同様に、聴力に抵抗することによって、細胞の形態を保つ働きがある。微小管は、これと対照的に、圧力に抵抗する。マイクロフィラメントと、中間系フィラメントは鉄筋に当たり、微小管は鉄骨に当たると考えると良い。中間系フィラメントは、細胞内部の三次元構造を構成し、オルガネラを固定し、カクラミナやサルコメアの要素となる。 また細胞間や細胞を基質間接合にも関わる。中間系フィラメントには以下のようなものがある。ゲル固定細胞の微小間微小間は中空な環状で直径は約25ナノメートル。ほとんどの場合の共通構造としてはアルファよびベータチューブリンが互い違いに結合したプロトフィラメント13本からできている。これは グアノシン三ン酸の重合によって非常に動的な振る舞いをする。中心体によって統合される。三つ組九本のセットで中心固定を形成し、二つ組九本と中央の二本の微小管のセットで線毛や弁毛を形成する。後者の形態はよく9プラス2と言われる。ここでは、それぞれの二つ組は第二パク質によって連結される。 全盲と線毛は細胞の構造体であり、微小管から構成されるので、これらは細胞骨格の一部だと考えることもできる。これは以下の現象に重要な働きをなしている1970年代、キースポーターは細胞の高圧電子顕微鏡画像をもとに、深核生物の4つ目の細胞骨格の要素、マイクロトラベキュリーを提唱した。画像には、 短い繊維状で不明なタンパク質からなり他の細胞質構造と結びついている構造が映し出されていた。ポーターはこの微小中状の構造を微小管、中間系、フィラメント、アクチンフィラメントのどれとも異なる新種の繊維網状構造と提唱した。しかしながら細胞骨格について全てが分かっているわけではないがマイクロトラベキュリーは 現在一般的には細胞固定処理の影響で作られた構造に過ぎないと考えられている。細胞骨格は以前は深核生物細胞のみにある構造だと考えられていた。しかし近年細胞骨格の主要なタンパク質と相当なものが原核生物中にも発見された。進化的な関係が遠いのでタンパク質のアミノ酸配列のみの比較だけでは 明白ではないのだが、タンパク質の立体構造の類似性と、細胞の形態と極性を維持するという機能の類似が、深核生物と原核生物の細胞骨格が真に相動であるという強い証拠を与えている。しかし、最近の細胞骨格については、まだいくつかの明らかにすべき点が残っている。FTSZ は最初に同定された、 原核生物の細胞骨格タンパク質である。チューブリンに似て FTSZ はグアノシン三ン酸の存在下で繊維構造を作る。細胞分裂中に FTSZ は最初に分裂位置に来るタンパク質であり、新たな細胞壁を構成するための他のタンパク質を補充するのに必須である。クレンコ細菌及びタウムコ細菌を除く。 ほぼすべての原核生物、ミトコンドリアや葉緑体の分裂にも使用される。新生細菌のムレブは細胞の形を保つ働きをする。球状以外のすべての細菌はアクチンに似たタンパク質に翻訳される遺伝子を持つ。これらのタンパク質は細胞膜の直下で螺旋状の構造をとり、細胞壁の生合成をなすタンパク質を導く役目を持つ。 いくつかのプラスミドからエンコードされる分裂系はアクチン類似のタンパク質パームを含んでいる。パームの繊維は動的不安定性を示す。そしてプラスミドの DNA を分裂後の娘細胞へ分ける。その機構は新核生物の体細胞分裂で働く微小管と相似である。このほか、磁性細菌が持つマムックなどが知られる。 クレンコ細菌のテルモプロテウス目が持つアクチン様タンパクはアクチンの祖先型とみなされておりクレンアクチンと呼ばれている。機能はムレブと同様である。バクテリアのコロバクタークレシェンタスは第三のタンパク質クレセンチンを含んでいる。これは深核生物の中間系フィラメントと関係している。クレセンチンは 螺旋状やビブリオ様の最近の形態を保つ役割もしている。しかしその記事は現在明らかにはされていない。ありがとうございます。